よし、行こう。みんななんだ。モチベ上げてあげないと。幸せ空間だな。初歩の部屋。最後でしょ、やっぱ発散は。クラリスの部屋。あ、でもそうか、アナスタシアか、アナスタシアか、流れ的に。アザミから行こうじゃん。神。霜？神役。それ何が正解だったの？山だったの？来てくれてちょうどよかった。ハサミも清十郎のところに行くつもりだった。何か用事があったのか？うん、ハサミは棟梁から極秘任務を受け取った。明日遂行しなくちゃいけない。この話をしていいのは清十郎だけって言われてる。やっとんさいさんからの極秘任務。それは俺の正体が楽しそうだな。ワクワクするよ。うん、絶対楽しい。アザミが保証する。それでどんな任務なんだ？偵察か、潜入か、それとも暗殺か。清十郎、やる気があるのはいいけどちょっと怖い。え、あ、ごめん、なんかその気になっちゃって。それでどう？任務の話聞いてくれる？聞けば後には引けなくなる。アザミのためだもんな。わかったよ。で、どんな任務なんだ？うん、あのね、清十郎、アザミとお出かけしてほしい。え？明日一日アザミとお出かけしてほしい。それが任務？うん。ダメ？それは。そんな目で見られた。え、これちょっと待って、マジか。一人だけってこと？いいようにして。え、もちろんいいよ。一緒にお出かけしようか。本当に？清十郎ありがとう。まあ、お安い御用だし。じゃあ明日は準備ができたらアザミの部屋に来てほしい。アザミの部屋だね。わかった、必ず行くよ。うん、楽しみに待ってる。これバッティングとかしちゃう感じ？サクラ、アナスタシア、クラリス。神山さん、何かご用ですか？いや、クラリスがどうしているか気になってね。やっぱり落ち着かないかい？お見通しですか。さすが神山さんですね。本でも読めば落ち着いて眠れるようになるかなって思ったんですけど。その様子じゃ明日も一日中頑張って本を読んでしまいそうだな。どうかな、明日は本を置いて気晴らしに出かけてみたらどうだい？気晴らしですか。例えばどんな？そうだな、例えば
うん、これか。俺とデートしてみるとか言うと思いました。その手には乗りませんよーだそれは残念。でも神山さんが言うように気晴らしに出かけるのもいいかもしれませんね。それじゃあ神山さん、よかったら明日私に付き合ってもらえませんか。え、俺とかい？それはこれどうすりゃいいんだ。これ安請け合いしちゃっていいのか。いいよ、付き合うよ。ありがとうございますなんだかとっても楽しみになってきました俺もだよ。でも本当に俺でいいのかい？はい、神山さんがいいです。前にデートした時もすごく楽しかったですしありがとう、そう言ってもらえると嬉しいねじゃあ明日は本屋の前で待ち合わせしませんか？本屋の前だね。あ、必ず行くよ。あ、これダメなやつだ、はい、きっと。それじゃあおやすみなさい、神山さん。あ、おやすみ、クラリス。あ、これはダメだなまず、ちょっと待って、これググってみよう。いやー、いや、これは調べたらですね、一応大丈夫なのかな。なんか夜はでも特定の一人だけってなってたんだよね。みんなとじゃあ行くか。はい。ん？ナーバス？どうしたんですか、清十郎さん。いや、さくらがどうしているか気になってね。もう休むところだったならすぐに帰るけど。いえ、大丈夫です。なんだか眠れそうになくて。明日はお休みになりましたけど、やっぱりちょっと不安なんです。体を動かしていた方が気が楽っていうか桜らしいな。それなら、うん、これにする。デートにでも行くかい？ですか？でも誰と？そりゃさくらが好きな人と言ってくればいいと思うけど。あ、そうですよね、好きな人。好きさくら。じゃあ行こう。いいよ、二人で出かけよう。本当ですか？やったー。おいおい、はしゃぎすぎだよ。あ、ごめんなさい、でも嬉しくってそうと決まったら早く休んでおかなきゃ。明日は、そうですね、三笠記念公園で待ち合わせ。どうですか？ああ、わかった、三笠記念公園だね。必ず行くよ。はい、それじゃあおやすみなさい、清十郎さん。ああ、おやすみ。ペルソナをなんとなく思い出しますね。はっちゃん、
誰かしら。うん、キャプテン、どうしたの。アナスタシアにお礼を言おうと思ってね。私に。一体何のお礼かしら。それは、恋人になってくれて、やめてくれてありがとう。やばい。定撃に来てくれてありがとう。アナスタシアと過ごせて本当に楽しい日々だった。こちらこそとても楽しい日々だったわ。明後日で最後だなんて考えたくないわね。ああ、でもまだ2日ある。明日1日、そしてクリスマス公演、最後に忘れられない思い出をいっぱい作ってほしい。最後の思い出そうね。ねえキャプテン、もしよかったら明日私に付き合ってくれない。え、俺と。ええ、キャプテンと最後の思い出を作りたいわ。もちろん他に用事があればそっちを優先してもいいけど、どうかしら。そうだな、行くぜ。もちろんいいよ、二人で最後の思い出を作りに行こうよかったわ、ありがとうキャプテン。それじゃあ明日は歌舞伎座前の待ち合わせでどうかしら。わかった、歌舞伎座の前だね。絶対に行くよ楽しみにしているわ。おやすみキャプテン、寝坊したらダメよ。ああ大丈夫だよ。おやすみアナスタシア。話的にやっぱアーニャと行くのがセオリーっちゃセオリーだよな。ああ。ん？どうしたんだ神山、何かあったのかよ。いや何もないけど、ハツホがどうしているかと思ってね。ま、いいや、私もそっち行こうかと思ってたんだ。俺に用が。もしかして。ん、やばい、相談事でもあるのか。何か不安でも。ちげえちげえ、そんなんじゃねえよ。やるべきことはやったんだ、あとは腹くくって勝負するだけさ。それにみんなもいる、何の心配もしてねえよ。そうか、よかったよ。で、まあそれはそれとしてなんだけどよ。ん？なあ神山、おめえ明日暇か？よかったらさ、一緒に付き合ってほしいところがあんだけど、どうかな？え、一緒に？それは。いいよ。いいよ、付き合うよ。本当か？おっしゃ！やったぜ！喜びすぎじゃないか？ありあり、嬉しくてついな。じゃあさ、明日は帝都中央駅の駅前広場で待ち合わせな。いいか？ああ、わかった。帝都中央駅の駅前広場だな。どこに行くつもりなんだ？それは明日のお楽しみってやつだ。それじゃ、神山、明日に備えてさっさと寝ろよ。おやすみ。ああ、おやすみ。あそこ。どうなんですかね、これは。一応みんなと、うん、
さて約束した全員とデートできる。なるほど、一応やっぱ大丈夫みたいですね。これでとりあえず積み作りよ。あ、アナスタシア、かっこいい。見てみて。あ、くっそ、もうちょい。あ、拍手さんくれた。お、シン花組隊長、おお。パーにあげたいっすね、これは。うん、がっつり上がってくれっていいけど。よし、行きます。デートイベントうまくいくのか。一応まあ攻略サイトちょっと見たら大丈夫とのことだったんですが、あれだったらやり直すしかねえか。うん、約束の場所、ひとときのお休み。笑っちゃうぜ果たして俺の選択は正しかったのか。とりあえずまあサブイベからこなしてこう。ん？今日は妖精いないな。カツレツの妖精はいい。彼女、お前いたんだな。カツレツ愛、頑張れ。ヘイ、書き入れ時ですわ。うむ、あ、いつもありがとうございます。クリスマスやで、期待していいんじゃないですか。おお、なんで持ってんですか。右は虫キラ、左はゴミクズ。おお、すごい女よ。くださいな。ええタイミングできよったな。新しいのが入ってるで。クラリスだっけ次。よし、それでええんやな。うい、グイーン、毎度あり。うん、文学少女、また来てや。うっす、あじゃっす。アナスタシア、アツホ、サクラ、クラリス、すごい、エレッピンな、ギュギュじゃねえかよ。ランス、ジルドレ、
もうランスじゃん。相変わらずかっけえなこいつは。立ってるだけでかっこいい。ヘイ。うん。女の子らしい。変ですって。まあ戦闘狂のイメージが強いかな。今日。うん。いいんすか。あらら、いっぱいいます。察されてるな。腹ペコ侍だな。ランスかわいいじゃねえか。アーサーおる？ホテルか。例えば何章まであるんだろうな。今6で、次が7章で決勝戦でしょ多分。うん。でまだ夜叉とかのやつがあるから10章ぐらいまでいくと思うんだよな。うん、これだ。あ、これはちょっと違うな。うん、ありがとうございます。まあロンドンに勝って自信はついたよね。西山 G とかいうやつよ。どんどんなんかっていうか帝国歌劇団ばっかりなんか苦しいよな。うん、ダメージをちょっとでも負ってほしいとか、あわよくばね、どうし打ちにみたいな、そういう考えなんだろう。で戦力がもう完全になくなった時に本性出すんじゃねえかなと思ってるんですよ、あのやり方を。まだ店の手伝いけ。いよいよだね。へい、奇跡の金。おお、こいつらいいやつだな。うん、あじゃっす。へい、うん、ありがとう。逆転、新作のチャーハン。これは あ、そうなんだ。あー、こいつらだから一番辛いだろうな。テート好きなんだべな。だからユイはうむ。ライバルであり友よ。いいやつらじゃねえかよ。ボロクソ言ってきちゃったけどあれで認めてくれたんじゃろうな。さて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 ですよ。大丈夫だよな。行きますよ。風
ざみちゃんから行きますか。じゃあ、あざみ終わったら急に夜ってことになんねよ。あ、すみれさん人が詰まっとる。うん、邪魔にならんようにせなあかんね。活気づいてますね。もっとみんなのあれ聞こうか。全然聞いてなかったな。うん、最高のシチュエーション作りたいですね。うん、ありがとうよ。よろしくお願いします。あ、それはどうですかね。ワンチャンあるかもしれないですね。踊れんのかな。回転はできるけど。ただな、アナスタシアが最後なのか。そこですね、やっぱ。オムナイス。オムナイスってなんか、いや、ポケットモンスターに何でもないっす。いや、なんで今の何でもないっすは別にそういうあれじゃないっす。あ、無限ループだからやめよう。